意識がないため、辛いラーメンを食った後に、この2本目の動画を撮ってます。ちょっとね、もう車でね動画撮ろうと思ってたんですけど、クーラーが効かない、暑い、死ぬ、うん。なんでちょっと今のうちに、あのネタも考えてないのに動画を連チャンして撮ってるっちゅうわけですわ。ですね、そう、皆さんもうこの時期ボーナス入ったでしょ、働いてる人ね。あ、学生は知らんよ、学生は知らんけどよ、社会人の人はねボーナスもらってる。もうそろそろなんじゃないかな、みんな この時期らへんじゃないかな。なんで僕のツイッターとかインスタのアカウントの URL にすずりの URL があるんで、ボーナス叩いて服を買え、いう話です。冗談、ごめんなさい。あの、強制はしてないけど、うん。まあ、夏のお供というか、まあ、こんな服買ったのも、ね、夏のせいだと、夏のせいにしてもいいですし、僕のせいにしてもいいですし、そう。いう感じ。あの強く進められへんよな、うん、買えとは口で言うのは簡単やけど、いざ自分が他の人の立場になったら安い買い物じゃないからな。そう、いくらボーナス入ったからって、うん、それはいいんですけど、どうなの、ボーナスってどうやって使うんやろ。僕はもうちょっとだけ欲しいもの、なんだろうな、今やったらヒゲ剃りとかかな、ヒゲ剃りとか買いたいなと思って、それを電気屋で見て、見ただけで終わって帰ってきましたけど、うん、あと生活費に消えるかな、お米買ったりお茶買ったり、まあそれこそ服を買ったりとか、そのおしゃれのための服じゃなくて生きるための服ですね。こういう、こう肌着というか T シャツとか、うん、お米、お茶、服、全然カウントしてできてなかったけど、うん、そんな感じで消えていくんですけど、多分ヒゲ剃りも1万か2万か3万、3万は高いか、高級やな、ヒゲ剃りでな、電動のヒゲ剃りですけど、でもちょっといいの買いたいなとか思ったりね、思うんですけど、どうやって使うやろみんな。まあそんな聞いても腹立つだけなんで、ね、あのまあ言わんでいいっすよ。そうだ、6月ね、6月の話をしよう。6月って何かあったかな、何もないかもしれないな。そう、動画をさ撮る前に、その前の時に5月かなんかの何があったか振り返ってみようみたいなことを言っとったんやけど、6月の記憶がすっぽり抜けてますね。何かあったかな。多分5月6月ぐらいからちょっともう鋭角演技もないし、あの見ての通り、あの散髪もちょっと時間も金もないんで、また髪の毛抜けた。時間と髪の毛はあるわ、時間と髪の毛はないってないな。時間とお金がないからちょっと散髪にちょっとね行けなくて、まだ売れてないバンドマンみたいって揶揄されるんですけど、暑いんだよな、うん、だからそのもうどうしようかって、裏首の裏が熱いんだこれ、熱がこもる。そうだから
後ろに頑張ってこうやったり、だったらちょっと結んでみたりとかねやってるんですけど、まあまあまあ付け焼き刃ですわ。男でこんな髪の毛長いやつはな、貧弱者や。 ED 勃起不全だ。うん、強く否定できんねんけど。いやーでも6月な、6月って何があったかな。宝くじも当たってないし、ツイッターがめちゃくちゃになったんか。あ、でもそれ7月か。あれ？何もなかったっすわ。なんかあるかな？話しておきたいこと。最近はあの何ですかね、ちょ今まで以上にこう人の絵を見るようになったというか、今までも見てたんですけど、語弊がある。ちょっとずつかけなくなってきてるんですよ僕。その前みたいにその勢いに任せてとか、この今これが書きたくてしょうがないみたいなのが全然なくなって、スランプというかどんどんなんかなくなっていく感じですね。あの欠落していってるような、なくなったもんって取り返せないですからね。そう、それをなんとか補えるように人が描いた絵とか見て、あ、こういうのあるんや、照明さんってなんで照明さんのお仕事になろうと思ったんだろうとかね。とか私がゴマキとかね、うん、アパフリンとかね、そんなこと思うわけですけども。そうだから今までこう見てたのとちょっと考え方が変えて、どうにかパクれへんかなみたいな。うん、パクるとは違うけど、うん、この絵を何を見てどっから描き始めようと思ったやろみたいなことは考えたりしてますけど、まあ考えるだけで何も思いつかないですけど。そう、でもだから、でもあの頑張ってるなって人見てると頑張れって思うし、自分もやらなあかんなって思いますね。あのだからあれかな、前以上にその腹立つもんをし、あの視界に映らへんようにしたのも、うん、大きいかもしれない。あとメンヘラツイートをあの減らしたりね、うん、結構成長はしたと思うな、この6月内で。まあ、減ってはおる。その代わり犬とか猫の画像とか動画をリツイートする数が増えたけど、うん、その代わり祈る時間が増えたっつって、うん、そんな感じなんですけど。そう、ネテロ会長のあの感謝の政権付きはあの1万回終えても日が落ちてなかった。しかしその分祈る時間が増えたっつって、そんな感じですね。メンヘラツイートが減った、しかし犬と猫の動画のリツイートが増えたっつって、つってね、やっとるわけですよ。だから何やろうな、なんかやっぱメンヘラっぽい、ちょっとそっちの界隈の人のツイートが流れてくると逆に冷静になるというか、うん、しんどそうやなって思ってそういう人見るとで、この人の気持ちを助長させるような、自分も暗いことを言ってそれで加速させてしまったら、これはまずいというか、うん、と思ってあんまり暗い
ことは言わんようにしてる。言わんだけで毎日打ちひしがれてはいますよ。ね。大した。悪口やった。まあそういうことですね。6月の振り返りじゃないなこれ。そう、だからツイッターに対するこのちょっと向き合い方が変わったとか、絵も変わったし、うん、そんな感じかな。いやでも、うん、頑張ります絵は。顔も飛び抜けてバズるような顔でもないし、話が特別面白いわけでもないし、ツイートがバズるような面白いツイートもするわけでもないから、唯一絵でやっと絵を描いてやっと、ああこんな人がおるんやって認識されるレベルの人間やから、それはもう絵に しがみつくしかないよね。頑張りますよ。別にね、自分の人生を肯定されたいとかされたから俺の貯金残高が増えたり頭が良くなったりするわけでもないし、別にね、そこまで求めてないけど、やっぱりなんやろ、認識されへんなったら怖いやな。現実でももうなんやろ、頭の悪い役立たずというか、うん、なんか死にを求めるやつとかおるんちゃうかな、私、まあ、うん、ネットやとね、そういうボロが見えにくいから、うん、そう、だから、頑張っすわ。とりあえず目下の目標としては、この散髪にちょっと行きたいなって。うん、ことっすね。ちょっとさすがに暑いのと、もう辛いの食べない、もう辛いラーメンは食べないのと、ポケモンを育成するっていう話です。